今回は虎山の福袋に入っていたクライタックのマキシム9を見ていこうと思います。サイレンサー光ライセンス商品、全長280mm、重量 920g、 装弾数は24発。ライラックス版ではないので、材質はアルミとポリマー樹脂になります。サプレッサーを標準装備しているので、他のハンドガンに比べずっしりとします。ホック調整はスライド引いた時に左側チャンバーに見えるリモネジ穴で調整できます。回す時はクリック感があり、半時計回りでホップがかかります。8クリック回すのが限界のようです。スライドを外す時はスライドの後ろ側を押しながらレバーを上げます。次はサイレンサーの中身を見ていきます。消音機能はなく、このスペースに別売り予定のトレーサーを内蔵できるようです。付属のマナジンはアルミ製でかなり軽量です。右のマナジンが東京マルイブロック17用、形状はほぼ同じです。マキシム9にも使えるかどうか確認してみます。東京マルイのマナジンでは出っ張り部分のせいで、そのまま使用することができません。アクションアーミーのマナジンも同じ出っ張りで使用不可。カーボネイトも NG。 次は VFC のマナジンで試してみます。形状、ガスルートパッキンはほぼ同じ形です。純正マナジンのようにスムーズに刺すことができました。出っ張りがないエースワンアームズのブロックマナジンでも試してみます。マナジンを刺すことはできますが、マナジンキャッチがかかりません。続いてはダブルイーグルのマナジンで試します。ギリギリマナジンキャッチはかかります。次の動画で実写テストと加工したマナジンの動作などを見ていこうと思います。